真由美さんのこのハガキはですね、大変興奮した書き方なんです。ちょっと一部読ませていただきましょうか。私、赤平でのヤングパワーフェスティバル見に行ってから別府さんのファンになったんです。それでこの間ラジオを聞いて決心したんです。別府さんに手紙を出すの。そしたらなんと別府さんからお返事来たんです。とっても素敵な手紙でした。ひょっとしたらラジオ聞いてるかも、てんてんてん。今度は全国大会があるとか。どうか私の好きな別府さんのグループランプセカンドの風船をもう一度聞かせてください。お手紙の返事をもらったそうですね。赤びらの真由美さんのご希望です。ではランプセカンドで風船。
私がこの曲をリクエストした理由は家出の一人だからです。いつもこの曲を聴くたびの私のことを言っているように思えてなりません。今はいい職に就きましたけれど、以前は毎日厳しく、世間の目は冷たく、誰にも頼れませんでした。家出しなければよかったと今つくづく思っています。今家出を考えている人、すぐにやめなさい。母のもとが一番いいですぞ、というはがきなんですが、千歳市と書いて、その後お名前は消してあります。その他、明治58年に生まれた、58年誕生という大阪和久さん、赤平市の方からもリクエストが来ておりますが、